3月26日の23時56分です。先日スーパーで買ったアボカドなんですけど、ちょっと、いい品種だったのでアボカドの種を水耕栽培してみたいと思います。で、今まではこういう爪楊枝のやり方試したことなかったんですけど、今回初めて一般的に言われているこの爪楊枝の水耕栽培ですね、やってみました。爪楊枝刺さるのかなって思ってたんですけど、案外サクッと刺さったんですごい気持ちよかったです。見た感じこんな風になっています。ちょっとね、皮むこうと思ってチャレンジしたんですけど、皮ねくっついてて取れませんでした。なのでちょっとこの一部剥げた状態になってます。見た目ツルンツルンで種は意外とちっちゃいです。こんな感じ、うずらの卵を一回り大きくしたぐらいかな。ということで今日から始めます。